それでは今回の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、まず前回の内容なんですけれども、前回は線形独立性と規定のセクションからそのベクトル空間の規定を取り上げました。で、そのベクトル空間の規定の定義とそれからその規定の基本的な性質についてまあ、説明しました。で、今回はその規定の続きで、ベクトル空間の次元の話をしたいと思います。で、教科書の方はですね、セクション 6.3 ですね、ページ数で言うと145ページからですので、まあ、必要に応じて、まあ、教科書の内容を見ながら話を聞いてください。で、今日はそのベクトル空間のまず次元の話から入りたいと思います。で、一応ですね、この規定の、まあ、復習を兼ねてですね、その振り返りますと、まあ、ここから今回の話はその V をベクトル空間としまして、で、 V は有限生成であるとして、しかもゼロベクトル以外のベクトルを含むようなベクトル空間とします。で、この時にその x1 から xr っていうその V のベクトルがその V の規定であるとは、まあ前回の定義ですね、次の2つの性質が成り立つことを言いました。1つはその x1 から xr で V が生成されるということ。で、2つ目は x1 と x から xr っていうのが線形独立であるということ。まあ、この2つの条件を満たす x1 から xr をまあ V の規定と呼んだわけです。で、あと、まあ、前回の授業の内容でその規定この条件の下で、まあ、規定ベクトル空間の規定は常に存在するという性質ですとか、それから、ベクトル空間の規定の取り方も無数に存在するという、話もしたので、皆さん思い出して、ください。で、そこでですね、その、まあ、まあ、なんか自然にまあ浮かぶ疑問としては、その、まあ、規定をなすベクトルの個数に決まりはあるのかということにこう疑問が及びます。ここにありますように、その、まあ、この場合はその x1 から xr がですね、まあ、ある規定、一組の規定ということになりましたので、まあ、この設定ですと、まあ、r 個のベクトルからなる規定が存在するということになるんですけれども、じゃあ、でしかもその規定の取り方は無数に存在するっていうことなんですけど、じゃあその無数に存在する規定の組み合わせのそのベクトルの個数ってには何かその決まりがあるのかっていうのが、まあ、次のにこうベクトル空間のことを知る上での疑問になるわけです。で、そこでまず先にですね、今日の授業の要点から述べてしまうので、ちょっとこれを念頭に置いて今日の話を聞いてほしいと思うんですけれども、ベクトル空間が今その有限生成でかつゼロベクトルでないベクトルを含むという時にですね、そので、x1 から xr が v の規定だったとしたときに、まず一つの結論は、そのこの v の規定をなすベクトルの個数は常に一定であるということが今日やる一番大事な内容です。で、まあ、この場合だとその r 個ですね。だから規定の取り方はいろいろな取り方があるけれども、その規定をなすベクトルの個数というのは常に一定であるというのは今日やる話で、で、その個数のことを、まあ、V の次元というというのが今日の主な内容です。ですので、まあ、一応この話を中心にですね、今日説明していきますので、この先聞いてもらえると思います。さて、まずその最初に示すべきことは、その今述べましたように、そのベクトルの空間のその規定の個数がですね、その規定の取り方によらず一定であるということを、まあ、どうやって示すかというのを一応今日はまあ、割とこれは大事な話ですので、証明のアウトラインも含めて紹介したいと思います。で、そこで、この教科書でそこの定理 6.5 というふうに書かれている定理なんですけれども、教科書ですとどこですかね、147ページですね、そのちょっと今日の範囲進んだところで定理 6.5 っていうところに次元の一位性という書かれております。で、その前にですね、その145ページからはその定理 6.4 という定理が書かれていて、
そこに証明が延々と書かれて、おりますが、これは何で先にやってるかっていうと、実はこの定理 6.5 の次元の一致性を、示すために、準備として用意している定理ですので、ですのでまず今回の説明ではこの定理 6.4 の内容だけ説明したいと思います。ここにもありますようにまず次の定理「述べる」って書いていて、「述べる」って書いた僕の意図としては、証明は省略しますっていう意味ですね。でここが定理を示すっていうことになるとこういうふうに書くと、証明も込みで入ってくるつもりで書いております。でそこで、まずその準備になるその定理 6.4 の内容から紹介します。設定は次のようなもので、まずベクトル空間が V が与えられているものとして、で V1 から Vn を V の規定とします。でそしてこれとは別に W1 から Wn という別の一組のベクトルがですね、その V1 から Vn を用いて次のように表されているものとします。一応 V1 から Vn は V の規定ですから、W1 から Wn っていうのは V1 から Vn の線形結合で表されるっていうことに注意しておいてください。で、それが次のように表されているというふうにします。これは教科書にある式なんですけれども、W1 からですね、こんなふうにこんなふうに V1 から Vn までの線形結合で表されているものとしましょう。で、同じように W2 から Wn もこのような形で V1 から Vn の線形結合で表されているものとします。でここでちょっと気になるのはこの線形結合に現れるこの係数だと思うんですけれども、例えば W1 の線形結合に出てくる係数がですね A の11 A の21点点点 A の N1 というふうになっておりまして、で通常ですと行列の場合ですとこう1行目っていうのは A の11 A の12 A の13っていうインデックスの付け方をしますから、それと逆になってるんですね。行の方、行にあたる1つ目のインデックスの方が112131っていうふうにこう変化していて、ちょっと違和感があるかもしれませんが、その理由についてはいずれ今日のこの授業の後の方で明らかにします。で、それからですね、これを使ってその上のですね線形結合で表されたこの A の11から A の NN っていうその係数をですね、一つにまとめて、このような形で A という行列にします。まだもしかしたら慣れてない人もいるかもしれませんが、A、行列 A を A の IJ、括弧でくくったっていう意味はどういう意味かっていうと、こういうふうにその行列 A はですね、A の11から A の NN までこういうふうにこう成分を並べた行列として定義するという意味であることに注意してください。ですので先ほども説明しましたが、もう一度説明すると、この W1 をですね定義するのに使ったその線形結合の係数っていうのは、実はこの行列 A では第一列にこうまとまって現れていることにも注意してください。これは後からまた説明します。ここまでいいでしょうか。で、W1 から Wn をですね、こういう形で、その V1 から Vn の線形結合で表したときに、定理の主張は次のようなもので、この次の3つの条件は同値だというものです。同値というのは、どれかが成り立てば、他の全部が成り立つって意味ですね。例えば、1と2が同値って言ったら、その1が成り立てば2も成り立つ。2が成り立てば1も成り立つ。っていうので、この定理はその3条件が同値だって言ってますから、条件の1か2か3のどれかが成り立てば、他の2つも自動的に成り立つということを言っています。で、その3つの条件を1つずつ説明していきますと、1つ目はまず、W1 から Wn は V の規定であるということ。で2つ目は、W1 から Wn は線形独立であるということ。それから、3つ目は行列 A は正則であるということですね。この3つの条件が同値だというのが定理 6.4 の内容です。で、証明はここでは省略しますけれども、一応次の定理の証明にこの定理の事実を使うということに注意しておいてください。ここまででしょうか。はい。
で、じゃあそれではその規定の個数がですね、常に一定だという定理を一応これからそのアウトラインを説明します。で、まずそのためにどういう道具を用意するかというと、まず V は0ベクトル以外のベクトルを含んでいて有限接性であるという仮定をしまして、で、X1 から Xn をまあ一組の V の規定とします。で、前回の授業でですね、この V の規定の取り方っていうのはいろいろあるっていうことを説明しましたので、ここでですね、W1 から Wm っていうもう一組の V の規定を用意します。で、一応注意してもらいたいのは、この組っていうのは、その X1 から Xn の組とは異なるってことですね。すなわち、全部が等しいわけではないと。まあ、1個異なるか2個異なるか分かんないけど、とりあえず何個か異なると。1個以上異なると。で、あと、この個数なんですが、X の方は X1 から Xn に対して Y は Y1 から Ym というふうに、一応 N と M はですね、両方の組の個数は、まあ、異なるものとして、まあ、最初準備するわけです。で、数学の定理の証明でよくあるんですけど、示し方としては、X1 から Xn と Y1 から Ym っていうのは本来異なる組の、まあ、異なる個数ですね、規定として用意したはずなんだけども、実はこの個数は等しいとですよっていうことをこれから示します。いいでしょうか。で、そこで、まずですね、m が n より大きい場合、すなわち、y1 から ym の規定の組み合わせの方が、x1 から xn の規定の組み合わせの個数よりも多いっていう場合を仮定して、で、実は、y1 から ym の規定も同じ n 個ですよっていうことをこれから示します。で、そこでですね、まず、y1 から ym がさっき言いましたように v の規定ですというふうにして与えましたから、その規定の定義からまず y1 から ym は線形独立であるということが言えますね。で、その次の事実がまあちょっと確認が必要なんですけども、もし m 個の線形独立なベクトルがあったら、その中からより少ない個数のベクトルを持ってきてもそれらが線形独立であるということはいいでしょうかね。まあ、そういう事実を使います。ですので、今、y1 から ym の m 個が線形独立だっていうことを言ってるので、その中から最初の n 個を取っていきましょうと。今、仮定からですね、n は m より小さいとなってますから、y1 から yn まで取ってくれば、もともと m 個あったものよりは少ない個数のベクトルを取っていくわけですね。で、それも線形独立だということが言えます。ここがもやもやする人は、後でちょっと自分で確認してみてください。もし質問があったら答えます。で、そうしますと、この次でその先ほどの定理 6.4 を使うんですけれども、そうすると X1 から Xn っていうのがもともとその V の規定だったわけですね。そうすると、Y1 から Yn っていうベクトルも X1 から Xn っていうベクトルを線形結合で書けるわけです。で、さっきじゃあ y1 から yn がですね x1 から xn の線形結合で書ける、もし書けて、しかも y1 から yn が線形独立だっていうことだとしたならば、その時に実は y1 から yn は v の規定になりますということが実は定理 6.4 から示されます。これは定理 6.4 の2の条件っていうのをもう一回振り返るとですね、この w1 から wn っていうのは今y1 から yn っていう扱ってるやつですね。で、これが線形独立だったら、それらは v の規定になるっていう事実がありましたから、それを使うと、実は y1 から yn ってその m よりも少ない n 個ベクトルを取ってくればそれが規定になるっていうことがこの定理 6.4 から言えるわけです。まででしょうか。で、そうするとじゃあ v っていうのは y1 から yn で生成できますよねっていう話になるわけですね。y1 から yn が v の規定だから。そうすると、実は残りの y の n プラス1から y の m っていうのも、この y1 から yn の線形独立で書けるというふうになってしまいます。いいでしょうか。うん、で、ということはですね、もともと y1 から yn が線形独立で、で、y の n プラス1から ym っていうのが y1 から yn の線形結合で書けるということは、
この y1 から yn の元々あった規定の組にですね、で残りの、ベクトル y の n プラス1から y の m と加えてしまいますと、この組は線形従属になってしまうということは言えます。まあ、それがここもちょっと線形従属の意味をよく理解しないとなんでってなると思うんですけれども、そこもちょっとまだもやっとした人は復習してください。この y の n プラス1から ym が y1 から yn の線形結合で書かれるということから、それらこの y1 の n プラス1から y の m をこう加えると、これらは線形従属になるということになります。そうすると、さっきですね、最初の仮定ではその y1 から ym っていうこの m 個のベクトルが規定だったはずで、規定ってことは線形独立だったはずなのに、実はこういう議論をしていったら線形従属になるとなってしまったということなんで、そうすると矛盾だってわけでね、最初の仮定に矛盾するってわけで、ということはそもそもそのこの y1 から ym の m の個数がですね、n よりも大きいとしていたその仮定が間違っていたということになって、実は y1 から ym ですね、この個数は実は n に等しかったということで、まあ、規定の個数が等しいということが示されたことになります。ということで、なんかちょっと騙されたような思う人もいるかもしれませんが、このようにしてこの数学の定理の証明って行いますので、まあ、ちょっとこういう議論に慣れてほしいと思います。で、逆にですね、逆の状況を考えまして、n が m より大きい場合、すなわち、今度はその x1 から xn の組合の方が y1 から ym の組よりも多い場合っていうのを考えますと、この場合は、先ほど今証明しましたその証明の中でですね、x1 から xn の組と、それから y1 から ym の組をの役割を入れ替えて議論することで、まあ、同じようにそのやっぱり n が m より大きいと矛盾が導かれるということが示されます。ということで、まあ、両方ですね、その y1 から ym の規定の組が x1 から xn の規定の組よりも多い場合と少ない場合との両方がどちらも矛盾するということを示したことで、実は y1 から ym までの規定の組の個数も x1 から xn の n 個の規定の組と同じ個数だということが示されて、でベクトル空間の規定の個数は常に一定だということが示されたことになります。ここまででしょうか。ということで、まあ、ベクトル空間がですね、その有限生成で、しかもゼロベクトル以外のものを含む場合には規定の個数は常に一定だということが分かりましたので、このことをこの個数をですね、規定の個数を V の次元と言います。で、次元は英語ではディメンションって言いますので、記号としてはこのディメンションの最初の文字を取ってですね、ディムって書いてディム V っていうふうに書きまして、でディム V イコール N というふうなことで、V の次元は N であるという書き方をします。それからと、次元が N のベクトル空間のことを、N 次元ベクトル空間というふうに呼んでいまして、まあ、僕もですね、この授業の説明の中で N 次元ベクトル空間という呼び方をしたくてうずうずしていたんですけれども、ここまではその次元の定義をしてなかったんで、次元という言葉を使っちゃいけないと思って、N 個数ベクトル空間というふうにちゃんと区別して呼んでいたことに、もしかしたら気づいた人もいるかもしれませんが、まあ、これからはその N 次元ベクトル空間というふうに呼べるようになります。で、それからあと有限な次元を持つベクトル空間のことを、まあ、有限次元ベクトル空間と、言います。あと、まあ、今回あまりこれまで議論してなかったんですけれども、ゼロベクトルのみを持つベクトル空間に対しては、その次元はゼロというふうに定めます。で、実は、これはその特別なベクトル空間でして、規定の定義からするとこのゼロベクトルだけからなるベクトル空間の規定は存在しないことを言えます。それがなぜかというのは、なぜでしょうというのはちょっと皆さん各自復習というか考えてみてください。もしピンとこない人には後で個別に教えます。ここまででしょう。